あ、どうも皆様こんにちは。こんにちは。今日はですね、今では死語になりましたけども、ニューミュージックという言葉がジャンルがあったんですけど、ね、そんな感じの曲を、4曲ばかしやらせていただきたいと思います。途中で飽きてくる場合もございますが、そんな場合はそこら辺に寝転がって聴いていただいて一個に構いませんので、よろしくお願いします。それでは1曲目、いきます。妄想ブルースという曲です。よろしくお願いします。よろしければお手拍子などいただけると非常にありがたい。ありがとうございます。では違う人生。
か友よは天国、彼女はスーパーゴーザスアクトレス、一発目にやらせていただきました。ありがとうございました。続きましてはですね、なんと、新曲ということでやらせていただきます。さゆりという曲です。この曲はまったりした感じなので、皆さんのお耳に合うかどうかは分かりませんが、聞いてください。さゆりです。
の肩をずっと抱いていたい。だから好きと言わない、だから好きと言わない、だから好きと曲のだけに相変わらずメタルくんなりますけども、あ、これチンって、あ、私、歌がマジのもので、ちょっと、弾き語りはやめてたんですけども、なんですか、先月のアコパラですか、アコパラっていうのを、島村さんでやってるイベントなんですけども、そこに、1日限定でちょっと、見てみようかなって出たら、意外となんですか、各方面からお褒めのお言葉をいただきまして、それでは本日は調子に乗りまして、復活延長ということでやらせていただきたいと思います。ありがとうございます。なんかすごい緊張するんですけども、大丈夫ですよ。ここ共演者、ここあのいつものメンバー、そうですか、はい、身内だと思って。身内、そうですね。ありがとうございます。次いきますか。話もなんかつまんなくなってきた。3曲目はですね、最後に君とという。これもちょっとちょっと暗めな感じですかね。別れの曲みたいな感じなんですけど、聴いてください。お願いします。最後に聴いてください。Yeah.
やりにくい。リハなしだからじゃないですか。はい。リハなしだからじゃないですか。そうですね。そうですね。リハなしはきついですよね。はい。それでは皆さん飽きてきた頃だと思いますので、最後の曲にいきたいと思います。最後は、盛り上がって終わりたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。君は踊るミュージシャンという曲です。最後に、皆さんはお手拍子なんかいただけるとお願いするのでよろしくお願いします。ありがとうございます。聞かせて、ねえ、もっと聞かせて。聞かせて、ね、もっと聞かせて、I love you。
以上でございます。はい、おーありがとうございました。新里春彦さんでした。オリジナルが作れるのは羨ましいですね。たまたまでございます。